自分は他人の評価をよく気にしてしまい、人間関係で息苦しく感じています。とある本で欲求承認は生ゴミであるということを読んだので、承認欲求を持たないようにしているんですが、なかなかできません。ひろゆきさん、承認欲求を持たないようにすればどうすればいいと思いますか？承認されてる人って承認欲求がこれ以上必要ないっていう状態になるんですよね。っていうパターンと、あとは生まれつき恵まれてる人って承認欲求持たないんですよね。ここら辺その語弊があるのと、じゃあ統計取った話ではないので、間違ってる可能性もあるんですけど、タレントとか芸能人で成功する人って、一人親だったりとか、割と子供時代不遇だった人多いんですよ。これ別に誰も統計取ってないけど、僕の体験に近いんですけど、じゃあ山口百恵さんとか一人親でしたとか、結局、誰かに認めてもらいたいっていうのを子供って思うんですよ、普通。で、それが大体親が、じゃあ認めてくれたりとか、兄弟が認めてくれたりっていうのがあるんですけど、それがなかった場合、要は片親でほとんど家にいないから、家の中で認めてくれる人がいませんとか、じゃあ親が忙しいから、認めてくれませんみたいなのになると、誰でもいいから認めてほしいってなっちゃうんですよね。で、認めてほしいだけが肥大化すると、今度は認めてもらって満足じゃなくて、本当に認めてほしかったのは、じゃあ実はお父さんでしたみたいなところの穴埋まんなくて、ひたすら認めてほしいモンスターになっちゃうんですよね。じゃあ人に認めてほしいっていう割に、じゃあ彼氏一人できたらいいのっていうと、彼氏じゃなくて1万人に認めてほしい、10万人に認めてほしい、テレビに出て、なんか日本中の人に認めてほしいとか、認めてほしいの欲望がどんどん広がっちゃうんですよ。そうなっちゃうと、1万人認めてほしいの後には10万人が待ってるし、10万人の後にはじゃあ日本中の人に知ってほしいになるので、自己承認欲求を満たすっていうの、一番最初の穴の埋め方を間違えると、単に認めてほしいの目標がどんどんでかくなるだけで、認めてほしい自体のループは終わらないんですよね。なので、最初の穴をいかに埋めるかなんじゃないかなと僕は思うんですけど、僕自己承認欲求ほぼない状態で育ってきちゃったので、この対処法が合ってるかどうかがわからないんですよ。一応説明すると、本当に誰もあなたに興味がないところに行ってみてください。例えば兄弟がいて姉ばっかりが褒められていて妹である自分っていうのが認められないとかっていう比較対象があったりすると、この人は認められるのに自分が認められないっていう、で人間ってその相対的な比較でものを感じるんですよね。じゃあ例えば高校に来ました、なんか美人の友達ばっかりチヤホヤされて、なんか不細工な私はあんまりチヤホヤされないみたいなっていうのがあるので、もう誰も自分をチヤホヤしない、誰も自分を知らないところに行って生活してみてください。知ってる人と比較すると、あ、なんでこの人とってなるんですけど、全員自分のこと知らないから、チヤホヤもされないし、評価もされないのが当たり前だよね。だって自分のこと誰も知らないんだもん。親戚も友達も知恵もないから。それで普通に生活をして、その中で、じゃあコンビニの店員と仲良くなりましたとか、じゃあ近所のうどん屋のおっさんと仲良くなりましたっていうので、ちょっとずつ知り合いを増やしてって、っていうので、まずゼロベースをどっかで一回作った方がいいと思うんですよね。ゼロベースがないと、チヤホヤされるのが当たり前でしょ？だって姉ぐらいチヤホヤされるはずじゃん、平等なんだからみたいになるので、チヤホヤされるのが当然っていう考えになっちゃうので、まずチヤホヤされるのが当然っていうところを捨てて、チヤホヤされないのが当然だよねっていう地域に住んでみるといいんじゃないかな。分かったから、はい、すいません、すごかったですね。はい。恋愛は承認欲求の延長だと思いますか？思いません。振られて悲しいのは自分がその相手から選ばれずに選ばれた他の男性に対する劣等感があるからな気がしました。そうだとすると、まずは女性から承認されたいと思う気持ち、いわゆる恋愛から抜け出す方が自由な生き方なんじゃないかなと思ってます。多分 MA さんはそう思ってる。なので MA さんが恋愛と承認欲求がごっちゃの人なんですよ。タレントと付き合いたいっていう人いるじゃないですか。で、そのタレントさんが好きだから付き合いたいだったら全然わかるんですけど、タレント、彼女だよって人に見せびらかしたいっていうタイプの理由で、タレントと付き合いたいっていう人いるんですよね。で、タレントって本質的には、彼氏いますとか彼女いますって言わない方がいいんですよ。それ言うと売り上げ下がるじゃないですか。ファンが減ったりするので。でも、なぜか IT 系社長の彼氏みたいなのが、この人彼女なんですよみたいなのを身内にパーティーとかに連れてったりして、で、そこになんか噂が流れて、週刊誌に追われて、バレるみたいな話があるんですけど、あんな感じで、ああいう芸能人と付き合いたから IT 系みたいな人って、多分その人と付き合いたいんじゃなくて、芸能人が彼女である俺すごいよねっていう承認欲求を満たすためにやってる MA さんと同じタイプなんじゃないかなと思います。幸せって何だと思って生きていますか？そして今超絶幸せですか？超絶かどうか
かわかんないんですよね。なんだろうな。僕大体幸せっていう状態に常時いるんですけど、なんかその最近ちょっと歯が欠けて、なんか食べ物を食べてる時に、そこに当たるとちょっと痛いとかっていう不幸がちょこちょこ発生してるんですけど、基本的にはその、なんだろうな。そうじゃない限り人って幸せを感じるものだと思うんですよ。で、超絶幸せを求めちゃう人って多分その自分の中に答えがない人だと思うんですよね。まあそのインスタグラムとかフェイスブックとかでなんかそのすげえいいパーティーで楽しそうにしてるとか、なんかすごい高級な料理食ってるとか、なんか海外のすごい景色を見てるみたいなので、すげえ幸せそう楽しそうみたいなのが見えるんだと思うんですけど、でもそれって本人が幸せかどうかっていうと、幸せな素振りを見せていて自己承認欲求を満たしてるっていう状態であって、最終的に手に入れてるものって自己承認欲求だったりするんですよね。で、自己承認欲求がなんてその満たされると幸せかって感じると、そもそも承認されてないっていう不幸があって、その不幸を満たされるから気持ちいいになるんですよ。で、もともと幸せな人って自己承認欲求とかあんまりないんですよ。承認されたいっていう不幸があるから満たされると幸せ、お腹が減ってるからご飯を食べると幸せとか、そのなんか誰にも愛されてないけど人に愛されると幸せとか、そもそも足りないものを持ってる人がそれを満たされると幸せに感じがちなんですよ、人間って。なので、そのなんか超絶幸せそうに見える人って、そもそも何らかの不幸があってそれを満たすためにそういうことやってたりするんで、本当に幸せそうな人って多分なんか猫に囲まれて朝ごはんを食べて納豆うめえなとか言ってる人なんですよ。で、なんかそれってそのほら、別に毎日普通にご飯うめえなとか、あ、猫かわいいなとかっていうので、誰か他人に対して何かしてもらうっていう必要性がないんですよ。要はその他人がなんか好きになってくれるとか、他人が認めてくれるとか、他人がどうこうって関係なくて、本人がその納豆ご飯超うめえとかって食ってるっていう状態って、むしろ僕超絶幸せだと思うんですよ。他人が必要な幸せって、他人に自分の幸せが左右されちゃうんですよ。他人がどう見るのかっていう、要は自分をどう見るのかとか、他人は自分のことを好きなのかとかっていうのが、割と人はそっち側の幸せを求めがちなんですけど、本当に幸せな人ってその他人がどうこう関係なく、割とその自分だけで幸せになれるっていうのがあるので、もしその超絶幸せかどうかだと自分一人で幸せになれるかどうかで決まるんじゃないかなと思います。はい、割とその現代って承認欲求に人生かける人多いんですよね。まあ、ツイッターのフォロワーの数を多くするがために、犯罪に手を染める人もいらっしゃいますしね。インスタグラムとかになんか、おしゃれ写真を上げるために、こう、そんなにお金ないのになんかよくわかんない高いパフェ食うみたいな。っていうので、その、承認欲求を満たすためだったら、結構いろいろなことをするっていうのが現代の人はやっちゃってるので、僕はそういう意味ではあんまり正しくない生き方かなと、正しい？あんまりこう幸せにならない生き方かなと思ってるんですけど、そうは言ってもね、承認欲求満たしたがりますよね、皆さん。テスト、500円。これ承認欲求なの？テストって書いて500円払うのは何なの？あなたが誰かもわかんないし、何の承認もされてないと思うけど何なの？日本人らしいのかも。いや、世界中ですね。承認欲求を満たそうとするっていうのは世界中起きてるブームな気がします。インターネット上では。無能が承認欲求か悲しい。そうなんだよね。承認欲求ってね、永久に満たされることがないんですよ。例えばその有名になりたいみたいな人って、有名になってももっと有名な人とかさ、そのじゃあおしゃれな人、スタイルがいい人で若い人とかで、結局自分より上って必ずいて、その満足な状態にならないと思うのよ。だってマイケル・ジャクソンですらね、満足できてないわけですよ、現実に。なので承認欲求っていう欲望を持つこと自体が間違いなのよ。だから例えばさ、ロリコンってさ、欲望を持つこと自体が間違いじゃん。まあ、間違いというか、もう、ロリコンで生まれたら仕方ないと思うんだけど、でも、ロリコンが欲求を満たすことは無理なのよ。現代社会では。だからもう、諦めて別の生き方をするしかないのよ。っていう感じで、承認欲求って持っててもしょうがないから別の生き方をした方がいいと思うんですよね。